金馬、小川未明。絵を描きたくたって、絵の具がないんだからな。あまり欠乏しているのが、なんだか自分ながら滑稽に感じたので、レイは笑いました。 いくらあったら、その絵の具が買えますさあ、ホワイトはなかった。それに、グリーンもないと。まあ、三円はいりますね。もし、それくらいでいいのなら、私がどうかして、こしらえてあげますよ。母親は、 年のせいか、日の光が恋しいので、縁側の方に小さな背中を向けて答えました。何今すぐ書かなくったっていいんです。霊児は気の弱い母をいじめてすまなかったと寂しい気がしました。そばで、 しんにセーターをあんでいたあねのさきこは「そんなことくちにださなければいいじゃないか」とおとうとをうわめでにらみましたかきたいからかきたいといったのだこんどはおとうとがくちをとがらしてあねをにらんだ。 なんだそのカバのような顔は。なんだ星いわしのような目をして。二人が言い争うと母は。もう、喧嘩はよしておくれ。明日にでもお金をこしらえてきて、絵の具を買ってあげますから。と言いました。 お母さん、レイにそんなお金をおやりなさるなら、私にも、毛糸を買ってちょうだいよ。お前たちは、お母さんに、どうしてそんなお金があると思えるのお母さん、僕はいりませんよ。なに、デッサンさえやっていれば、金なんか、 かかりませんから。私、取れた金馬を売ってこようかと思っているのです。新聞の広告を見ると、金なら何でも高く買うと書いてありますから。これを聞くと二人は、さすがにひどく打たれたように顔を見合ったが、 さきこは、そのまま下を向いて、編み物の棒を動かしていました。ひとり、レが、お母さん、そんなことをせんで、歯医者へ行って、取りたのをつけてもらっていらっしゃいよ。と言いました。いいえ、私は、この間から、そう思っていたのです。 それに、あれのない方がかえって、ものが食べいいのですよ。ただ売ることなどしつけないのに、どんな店がいいだろうか、正直なところへ行きたいと思っていたのです。そしてあれを売ったら、何かお前たちの喜びそうなものを買ってあげようと、一人で楽しみにしていました。 このごろはまったく砂漠のように灰色にしか目に映らない家の中にも小さいながら散乱とした金のかたまりがかくされているということはレイジにとって不思議というよりかむしろ人生には常にこうした矛盾があって楽しいのだという感じの方を強からしめたのであるが これが母の大事な歯であるだけに、あまりほがらかな気持ちにはなれなかったのです。歯のないのが、かえって髪いいなんて、そういうことはありませんよ。母の道理に合わない言葉を、レイジは指摘しました。いいえ。 おかしな話だがあまり金をばおしげなく使っているので重くて大きすぎるのです。どうしてまたそんなにたくさん金を使ったのだろうなまだ金の値が上がらなかった時でそれに作った歯医者が学校を出たばかりで 細工がうまくなかったのですね。そんなことが今の私のうちの幸せになるんですかね。幸せってなんだこの時姉はまた弟を睨みました。しかし、レイジは相手にしなかった。 お母さんは長い間、そんなものを入れて、不自由を我慢していたんですか歯を入れた初めのうちは、みんなこうしたもので、慣れれば具合が良くなると思っていたのです。そのうちに不自由に慣れてしまって、つい不自由ということがわからなくなったのです。今度、 取れてから、初めて硬いものでも他の歯で噛めるので、入れ歯の不出来であったことが分かったのでした。じゃあ、なければないで、自然が一番いいということになりますね。それなら、その金歯を売っちまいましょう。と、レイは言いました。 バカおまえはおかあさんからそのおかねをもらうきなのとあねはおとうとのほうへからだをゆすりましたああくださればもらうよさっきデッサンだけでいいといったじゃないかたまにはいろのついているふうけいもかきたいんだ お前の絵が何になるというのだそういう姉さんは何になるのか私はさっさと町へ出て働くわよ。そしてお前の絵はお金になるの美しいということがわからない人間では仕方がないのだ。母親は 子供たちの話をばじっとして、よく聞いているとも、またよく聞いていないとも、どちらにも取られそうな様子で黙っていました。ねえ、お母さん、なぜレイジを芸術家なんかにしたんですせいた調子でさきこは脅かすように問いかけると、 母は、その責任なら死なれたお父さんにあるのだよ。家のことは何でもお父さんの意見で決めたのだからね。ある日お湯屋で、三助が青い顔の坊ちゃんだが、どこか悪くはないんですか子供のうちは勉強などよりも体が一番大事ですぜ。 といった言葉にたいそうかんしんなさって学校をやめさせてしまいなされたのだよお父さんのつみだわとさきこがいいましたお父さんの悪口なんか言ったらぼくは承知しないもし学校へ行って試験勉強ばかりしていたらぼくは。 本当の自然というものを永久にわからずにしまったろうな。ふん、おまえはわかっているのかわからなくて絵が描けるか。さき子はたちまちしんみりとした調子になって。れいちゃんはこれからさきどうして食っていくつもり と聞きました。絵を描いてさ、それより他に道がないだろうレイジは寂しい笑いを顔に浮かべた。そして何か遠くのものを考えるような目つきをしました。レイちゃん、芸術家で食っていかれる 人を馬鹿にするな。心配だから聞くんだわ。レイジは怒った感情を表すときはいつも口を尖らすのでした。人間が全く美を愛しなくなったら、その国は滅びてしまうだろう。人間に美を愛する本能がなかったら、 芸術というものは初めから存在しないのだからこのとき母親は立ってタンスの子引き出しから紙につつんでしまっておいた金刃を持ってきました「これは金のムクだよ」。これを見て思い出したがお父さんが 夜遅く帰ってらして、歯医者の家の前をお通りになると、往来に面した窓に明かりがついていて、コツコツと金づちを使っている小さな音が聞こえたので、お前の歯は明日はいるそうだが、今作っているのが、それだな、と、音を聞きながら歩いてきたとおっしゃったのを覚えている。 ちょうど秋の末のことで、翌朝、歯医者へ行くとき、寺の前を通って、黄色ない蝶の落ち葉がたくさん敷石の上に溜まっているのを見ました。さきことれいじは、母の話よりは、金馬の方に、多く気を取られていたらしかったのです。なるほど。 重みがありますね。これは、一問目以下ということはありません。いくらになるでしょう。と、さきこもこれを手のひらの上に乗せて、心の内で重さを測りながら、そんなことを思っていたが、またこれがある時代のお母さんの歯であったかと、おのずと涙が、 目の中に湧いてきました。「お母さんこれをおおりになったらいいげたをおかいなさるといいわ」「いいえわたしはいまべつになにもほしくないけれど」「お母さんしんぶんにでているそ場ばはじゅんきんーバいーうのでしょそれでなくてももっていけば」 きっと安いことを言いますよ。と、レイジが言いました。まあ、そんなことだろうね。サキコは外然として。ああ、お母さんは気の毒だ。私、早く口を見つけて働くわ。レイジにはちっともそんな気がないのだから、にくらし。 そんなことを言うもんじゃありません。レイジだって考えていますよ。お前、考えているのか僕は絵描きだから、美しい絵を描くことしか考えていない。それが一番正しく、また生きる道だと思っている。それより他のことは、僕にはわからない。あ、はあ。 どうしたらそんなことが言えるだろう。私もそんな美しい梅が欲しいわ。お米がなくなっても構わない。自分勝手な気持ちになりたいものだ。日が傾くと、外よりは家の内からだんだん肌寒くなりました。母親と咲子はいつしか茶の間を去って、 夕飯の支度にかかり、礼事だけがまだ縁側に残っていました。いちゃん、お母さんに心配かけちゃダメよ。少し関心なさるようにしてあげなくちゃ。姉さんは僕の顔を見るとすぐいじめるのだな。 僕にだって少しは認めてくれていい素質があるのだぜ。この間東京駅へおばさんを見送りに行ったときどうしたのサトルさんが挨拶なさるのに帽子も取らずに頭を下げたってお母さんは顔を赤くしたとおっしゃってよ。ちょっと だれだかわからなかったのだあまりひじょうしきだわいとこのかおをわすれるなんてまぬけだわセパードみたいなかおつきをしているのでだれかと思ったのささとるさんはらいねんからだいがくでしゅうさいというはなしじゃないの学校へいって あんまり機械的に訓練されると人間もセパードみたいな顔つきになるものかしらそんなことばかりしか考えていないのでしょお母さんはどんな学校でもいいから骨の折れないところへお前を入れておけばよかったとおっしゃっていらしたわしかしれいちゃんは詩人よ詩人は 書物からでなく、自然から学ぶという話よ。僕、今度描いてる絵は、なかなかいいぜ。そう。原色だけを使って描いてみたが、純粋で明るい、好きな感じが出すた。れいちゃんは一体、単純なものが好きね。 ああ、何でも単純に限る。単純で素朴なものは清らかだ。ちょうど文明人より原始人の方が誠実で感覚的で能動的でより人間らしいのと同じだ。近世になってから人間は堕落した。だんだん本当の美というものが わからなくなった。そこへ行くと、まだ自然界は、原始時代からのままだ。木にしろ、草にしろ、鳥にしろ、虫にしろ、本質を変えていない。正直で明朗だ。あの澄み切った子供の目のようなものさ。二階のガラス戸から、 朝着色の空が遠い記憶のように覗いていました。晩秋の日の光が桜の小杖に残ったわずかばかりの葉を透かして花よりもきれいに見せています。子供が青竹を切って作った管笛を吹くようにピーピー鳥が鳴くので 広い隣の庭先を見下ろすと、ひよどりが、青木の枝に来て、赤い実を争っているのでした。さきことれいじは、窓から頭を出して、これを眺めていました。思いがけない、いいものを見つけたと言って、喜んでいるのよ。 本当かなこの赤い実を食べてもいいのかと言って聞いているんだわ。そうかしらん。お天気がいいのでヘボイカキがこっちを見て笑っていると言っているのだわ。ああ、そうだ。それと並んで星いわしのような ヒステリーの女がと言って、レイジは姉の頭の髪をつかみました。お母さん、来てください。という叫び声がしたのであります。ねえ、お母さんは、レイちゃんをどう思いなさるの なぜまた、そんなことを聞くのかい昨日のことよ。どこかの人が、大変成功な空気銃を下げて歩いていたのですって。そして片手に、たくさん打った鈴芽もぶら下げて。そこへいちゃんが通りかかると、ちょうど高い木の小杖にスズメ、鈴芽が二三羽止まって、 泣いているのを、その男の人が見つけて、すぐに狙ったのですって。その時、れいちゃんはどうかして、あのスズメが助けられないものかと思ったから、暗くなって、めくらの鳥を撃つのは、誰だってできるなと、そばの子供たちに向かって、大きな声で言ったそうです。すると、 その男は狙いを中止して、そんなら君撃てるかと言って、れいちゃんをいらんだそうよ。母親はこの話に深い興味を覚えたらしく、笑って、それから、どうしたでしょう、と言いました。僕は殺生は嫌いだ。もしおじさんが、 本当に名人ならこのお金どんぐりを打ってお見せ。よ。そうしたら僕は敬服するがなあと言って。れいちゃんは1人の子供が手に持っている。どんぐりを1つもらって道の遠くへ置いてきたのですって。まあ、そうして。するとその男の人はどんぐりを狙って。 うまく当てたのですって。どんぐりが破れて、玉が石に当たって、火が出たそうよ。みんながびっくりして声を上げているうちに、すずめはどこかへ行ってしまって、れいちゃんの思う通りになったというのよ。こんな話を聞くと、ただ馬鹿らしいとだけは思えないわ。母親は、 火鉢に寄りかかるようにして、娘の顔を見ました。そういう風うに、お前があの子を半分疑ってみるのも道りだけれど、馬鹿というものじゃない。ただ違っているだけだ。あの子には、学問、学問と言わぬ方がいいよ。どちらかといえば、私は学問より、 人情のある方を取りますからね。先ってであったか、霊児が、お母さんには、空へ突き出ている木の枝が、金色には見えませんか僕は、このごろの風景が、みんな光って見えますがね、と言うから。それはお前が、お母さんの金馬を売ったお金で、絵の具を買ったからでしょう、と言うと。 お母さんはさすがに偉いな。よく僕の心の底の見えないところまでわかっている。今度書いている絵は傑作と思いますから、もし評判にでもなって、いいねで売れたときには、何でもお母さんの好きなものを買ってあげますよというのです。私は何も欲しいとは思わないが、ただお前の絵が 世の中に認められれば、それで満足です。何よりもそれが、嬉しいと言ったのですよ。と、母親は笑いました。だって、お母さんはよく、私みたいな不幸なものはない。芝居なんか、もう何年見たことがないと、おっしゃるじゃありませんか。と、 さきこは言いました。つい愚痴を言ってしまって、後からすまないと気がつくのです。私なんかはどうでも、これから世の中へ出かけなければならぬお前たちのことを考えると、そんなもったいないことは言えないのですからね。お母さん、私が働いてお金が取れるようになったら、 きっとお母さんの好きなお芝居を見せてあげますわ。本当に芝居なんか見たくありません。お前もレイジもそう優しく言ってくれます。それだけで私はもう幸福なんです。母親は娘がそれを見て心でお母さんの癖が始まったと思っているのも知らずに火箸の先で 火鉢の灰の上に点々をつけていました。この時思い出したように、小枯らしが叫びを静かな空にあげました。それは忘れていた霊児を二人の胸の中に呼び戻したのでした。霊ちゃんは遅いが、どうしたんでしょう。と、 咲子が言いました。今日は多分書き上げるだろうから、遅くなるかもしれないと言っていました。と母親は答えたが、鋭い嵐の音に耳を澄ましていたようです。そのうちにくぐりもんの戸が開くと、ぼろ靴を玄関口の敷石に つっかけるようにして、引きずりながら、勝手の方へまわったおとがしました。あ、かえってきた。そういった母のことばのちょうしには、いっしゅのあんどがあらわれていました。さきこはたって、こがらしのなかをあるいてきたおとうとをでむかえました。 外は寒かったでしょなんだか、ものすごい空になってきた。レイジ、絵は描き上がりましたかと母親が聞きました。やっと描き上げました。そう、見せてくれないと姉は、 両手を差し出して、弟の手から二枚重ね合わせたカンバスを受け取ろうとした。いや、見てはいけない。レイジは強く拒否しました。私たちにもよくできているか、そうでないかくらいはわかりますよ。誰に見せようと思って、 一生懸命描いたの。見せるための絵なら、真心を持って、見てわからぬはずはありません。お前のことを一番真剣に考えているのが、私と咲子でないか。と、母親が言いました。そうよ。お母さんの金馬まで売って。と、姉が言いかけたのを、 レイジは恐ろしい顔をして威嚇しながら、黙っておいでよ、と押さえつけて母の方に顔を向けると訴えるように。ねえ、お母さん、僕はとにかく新しい色を発見したんです。 それがどれほどの尊い性質のものか、今は自分にもわからないし、あるいは僕がこの色を出すために生まれてきたような気もするので、すぐにいいとか悪いとか決めてしまうことが恐ろしいんです。H 先生にも見せないつもりと、さき子が聞きました。 三月までは僕も見ないから。お母さんはお前の言うことを正直に信じて楽しみにして待っていますよ。と母親が言いました。毎夜一人の女を殺した暴虐なペルシアの王様に面白い話をして聞かせて 千夜一夜の間、地獄から人命を救ったという美しい娘の芸術で、将来、僕の絵がありたいものだな。レイジはつぶやいて、何か深く考え込んでいました。おしまい。